大阪鉄道は南大阪線、長野線など現在の近畿日本鉄道の路線の一部をかつて運営していた会社である。通称は大鉄。1898年に柏原駅から道明寺駅、古市駅まで開業したが、この区間3駅が現存する近鉄の路線のうちで最古の区間である。また1923年には日本の鉄道殿下において、 初めて直流 1500V 電源を用いた 1500V の高圧直流電化は、それ以前に主流であった 600V、低圧直流電化に比して効率面で優れ、大鉄の電化以降、日本における鉄道電化の主流方式となった。最初の路線を開業した1898年4月、当時は火曜鉄道と称し、その翌年火南鉄道に一度再編された。 この時は、秘伝化の蒸気鉄道であり、後に、関西本線となる、大阪鉄道が運営していた路線の視線的存在であった。1919年3月に、大阪市への乗り入れを目指して、社名を大阪鉄道へ解消し、1922年に、道明寺駅より分岐し、布瀬駅までの新線を開業。1923年4月に、 東成郡天王寺村に作られた大阪天王寺駅まで電化新線での乗り入れを実現した。1929年には古市駅から分岐し、久米寺駅までの路線を建設して吉野鉄道との乗り入れを開始した。さらには久米寺駅から桜井駅を経て宇治山田市に至る路線構想も有していた。だがこの路線延長に伴う過大な投資によって、 以後の経営は苦しくなり、後には競合する鉄道会社の大阪電気軌道の系列化に入った。なお異性の延伸は、この大器とその子会社の三宮急行電鉄によって1930年に果たされている。また、大鉄の経営は大器参加で再編が推し進められ、1935年頃に沿線の宅地化が進んで乗客が増加したこともあり、ようやく立ち直った。 1943年2月に、大鉄は大気の後ろ身である関西急行鉄道へ、海藻へ合併された、上野大使駅での30衝突事故1940年10月当時、当時の系列鉄道会社路線も、ありがとうございます。